クレヨンしんちゃん激アツおでんワールド大混乱ほいということで今回からこのクレヨンしんちゃん激アツおでんワールド大混乱をやっていきたいと思います。はい、スタート。はじめから難易度普通簡単簡単にしてこう。あたしやしあ、もしかしてあれフルボイスですか。めっちゃおでんみたいな頭や逃げられると思っているのですか普通に現代の話。触るな危険。お母さん一体どこに。ダメ、個性的なマフラーやね魚のマークがついとる。これは何かの衝撃で電脳空間にひびが入ったのね。電脳空間ひびなんやこれ。ここにスマホを投げ込めばお願い誰かに届いて。それがきっとしんちゃんに届くと。今日のパーティーすっごく楽しみね。急にめっちゃ平和な感じの日常になったしんのすけのやつ一体どんなパーティーを開くつもりなんだろう。きっと綺麗なホテルで素敵なお料理がたくさん出るパーティーよ。そんなパーティーをしんちゃんが計画すると思いますか。しんのすけがそんなパーティーを開くかな。そうそうそう、ま、思う。それは僕なら豪華客船で一流シェフのビュッフェをおもてなしするけどね。ちゃんと意味わかっていいんかな。5歳児やろパーティーといえばショーが楽しみ。ぼうちゃんがめっちゃ喋りよる。あ、みんなマサオくん遅いわよ。遅刻ギリギリじゃない。ねねちゃんはなぜいつもマサオくんにそういう辛く当たるの今日のパーティーってどんなことをするかしんのすけから聞いてるかい。え、パーティーって。え、何も聞いてない。パーティーとすら聞いてない。しんちゃんからの招待状僕たちはもらったんだけど。え、マサオくんには届いていないの。しんちゃんからの招待状には今日パーティーをするから公園で待ち合わせって書いてあったのよ。ほう、うん、僕だけもらってないよ。仲間外れつらい。そうなんだたまたま居合わせたってこといつも通り来たらおる的な。だけどしんちゃんがまだ来ない。しんちゃんから何か連絡あった。僕に招待状を渡すのを忘れたとかつら。連絡を取る手段はあるの。みんななんかスマホ持っとったりとかよね。ないよね。スマホとか持ってないし、じゃあ僕がしんのすけのうちに連絡してみるよ。スマホ持ったん。風間くん、スマホを持ってるのねでも最近なんか赤ちゃんとかになんかスマホを与えて遊ばせよるみたいなのもよく見るよね。まあね、何かあった時のためにママが買ってくれたんだ。確かに防犯にもなるけど、なんかね、いいとこと悪いとこがね、難しいわ。僕も欲しいな裏はいらない。あ、おるやん。え、しんのすけ、こんなに便利なものいらないのか。いやいやいや、普通にドールちゃんがいればいの。気持ち悪いこと言うなっていうか、来てたのかよ。そこよ、そこ。しんちゃん、みんな待ってたのよ。そうだよ、しんちゃん。なんで僕にだけ招待状くれないの。忘れてたんだよ、きっと。マサオくんは、なんとなく勝手に来るような気がしたから。あえて。ひどいよ、来たけど。まあまあ、細かいことは気にしない、気にしない。それじゃ、パーティーに行くとしますか。そんな。なんやろ、題名にある通りのおでんパーティー的な感じ。やだな風間くん、そりゃオレンジだぞ。さ、出発をしんか。なんでわざわざ公園集合にしたんやろ。しんちゃんち集合でよかったんじゃない。普通に あ、もうこれ始まっとる感じ。遊び方、基本操作1、十字ボタンかスライドパッドの左右でしんちゃんが移動。B ボタンを押すとしんちゃんがジャンプ。長く押していると高くジャンプするよ。なるほど。とりあえずなんかこれは、一応ね、ストーリーもある、まあ、今見た通りストーリーもあるんやけど、横スクロールアクションゲームらしいけん、私の苦手なジャンルではあるんやけど。遊び方、坂道で下ボタンを押すと滑って降りられるよ。
滑っている途中で進みたい方向のボタンを押しながらジャンプすると遠くまでジャンプできる。ほう、なるほど。ここで間違えた。あいつ体力があるってことはやられることがあるのか。父ちゃん母ちゃんおかえり。はややい。かわいい。マリおかえり。逆ね。はいはい、ただいまでしょ。みんないらっしゃい。なんかミサイの髪の色が思ったよりも明るいような。苦しい家ですが、皆さんどうぞどうぞ。お前が言うな。いやみんなわざわざ来てもらって悪いな。こんな声やった。なあしんのすけ、一体何のパーティーなんだ。あれひろしの声が変わった後ってことかな。あら、しんちゃん行ってないの。何でしたかな。今日はおでんパーティーよ。やっぱおでんパーティーなんや。おでんパーティー。信じられないみたいな。そんなパーティー聞いたことないよ。でも普通に楽しそうやけどね、みんなでおでん囲んで。楽しそうですね。子供に気を使えられ、使われている。大安売りに目がくらんで食材を買いすぎちまってな。でも、あ、それで消費資金最近行きつけのおでん屋が潰れちまったんで、俺もちょっと食いたかったんだよな。おでん屋さん。あ、ねえみんな、すんごくいい匂いだよ。めっちゃ盛りだくさんやん。これは昆布だしの香り。ねえねえ、お腹空いてきちゃった。なんだかんだみんな嬉しそうやね。僕も。さあ、準備はできてるから、みんな遠慮せず食ってくれ。いただきます。いいねいいね。それじゃ、僕はちくわ。私も練り物好き。おじけんちゃく。僕は昆布巻き。渋いね。あ、こんにゃく系も食べる。俺はやっぱりチョコビかな。おでん関係ない。んなもん入れてません。やれやれ、闇鍋やん。気が利かないんだから。お、シロどうした。あ、もしかして掘り投げられたスマホが。母ちゃん母ちゃん、シロが騒いでるぞ。もうちゃんとシロにご飯あげたの。しんちゃんちょっと見てきて。お、動かす予感。シロ違った。どうした。美人のお姉さんでも見つけた。お、犬もスマホを持つ時代ですか。違うやろ。てかでかくね。なんかスマホというよりタブレットって感じ。どれどれ、シロの秘密を見ちゃうとしますか。お、シロにお電話だぞ。もしもし、カメよ。君が私のスマホを拾ってくれたの。誰、めっちゃでかいよね、あのスマホ。ごめん、私はつみれ。つみれちゃんか。ほら、野原しんのすけ、ちょっぴりシャイな5歳児。シャイではないな、全然。そのお電話を触った時にピカーってお電話が光ったりした。お、さっきお電話が光ったぞ。なんてこと。何、しんのすけくん、よく聞いて。仕方ないな。私を助け出してほしいの。ほら、これからおでんを食べなくちゃ。そもそもつみれちゃんどこにいるの。カスカベ。ここは電脳世界。こんなに外でさ、大きい声でスマホで喋りよって何も聞こえてないんかな、中におる家族たちには。 おでんの世界、奇遇ですな。おでんの世界、電脳世界。でも間違ってはいないわね。間違ってないんや。だぞ。できる男にはプライベートなんてあったもんじゃないですね。むしろプライベートじゃない時はいつなんだ、しんちゃんの。しんのすけくん、ちょっと待って、その電話に出ないで。うん、どちら様かな。やれやれ、みんな礼儀がなってませんな。あんたこそ誰。生意気な。あなた、その手に持っているスマホをこちらによこしなさい。このスマホに何かがあるってこと。これはシロのスマホだぞ。おじさん、シロとどういう関係。これはあれか、もしかしてちょんまげの先がこんにゃくになっとるとか。余計なおしゃべりは結構です。絶対そうや、なんか黒いブツブツが。さっさと言う通りにした方が身のためですよ。やだまー、ブリ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 。このおじさんにはお尻のアップが映っとるわけやね。
いいでしょう。ではこれでいかがかな。対抗してくる。違った。向こうもケツだけ聖人になるんかと思った。なになになに。おいおい、何の騒ぎだ。しんちゃん何してるの。お、やっと来た。スマホの力があってはあなたに手は出せません。何スマホの力って。あなたの家族を電脳世界にご招待しましょう。白小屋ごとやん。父ちゃん、母ちゃん、ティマ、シロ。あれ、友達はみんな無事なの。 お友達もいましたか。ちょうどいい。え、みんなも。あー、みんな思い思いのおでんを手に。ちゃん、ばあちゃん、風間くん、なんでまた僕だけ呼んでくれないの。マサオくんはそういう扱いなのか。みんないなくなっちゃったぞ。さあ、みんなを返してほしければおとなしくそのスマホを渡しなさい。渡しなさいって言われてもね、どこよって感じやけど。あ、肩引っ張ってきた、スミレちゃん。この忙しい時にお電話だぞ。あなた、今とっても大事な話をしてるのですよ。他の電話に出ている場合ではないのですよ。ほーい。出るんやろ、ほら。しんのすけくん。スミレちゃん、みんな裏を置いてどこかにお出かけしちゃったんだぞ。みんなを助けに行くって感じか、これから。天皇世界にさらわれてしまったのね。こんなことに巻き込んじゃってごめんなさい。電脳世界には景色とかなんかいろいろないの。でも後ろモヤモヤばっかり。もうしんすけくんがみんなを助けるしかないわ。ほら、まだおでん食べてないのに。そこ、もういいから私の言う通りスマホを操作して。うん、ラジャー。しんのすけくん、スマホの画面が確認できる。うん、なんかアイコンが並んどった。ゲット。そしてここにあるのがワープアプリ。ワープ。私やみんなのいる電脳世界に移動できるアプリよ。便利。アプリプリ？アプリプリ？アプリ。今はスマホの能力に制限がかかっていて、一部の場所にしか行けないみたい。なるほど、そのうち解放されていく。しんのすけくん、ワープアプリを使って電脳世界に行きましょう。遊び方ゲット。それとおさらいアプリを入れておくわね。これで操作方法がいつでも見れるってことか。何かわからないことがあったらこのアプリを起動してみて。ガチャのへそくりの隠し場所とか載ってません。スマホ画面遊び方は下画面にはスマホ画面が表示されるよ。この画面のアイコンは任天堂 3DS シリーズ本体のものではないので注意してね。ああ、そういうことね。なるほどなるほど。このしんちゃんのゲームの中での表示ってこと。スマホ画面に並んだアプリをタッチするとそのアプリを使えるよ。なるほど。思い出アプリ。下画面にあるワープアプリをタッチ。行き先をタッチして電脳世界にワープしよう。これがワープアプリで、あ、動ける。で、おさらいアプリ、思い出アプリ、アプリ一覧。アプリ一覧ってことは、あの30分の0ってなんなんやろ。なんかよくわからん表示がいっぱいやね。真ん中の星かける0も気になるし。見て、動ける。あ、どっか行けるやん。あ、家の中に入ってきた。特に何か触れられるものとかはないんやね。なるほど。とりあえずなんか動き回れるけど、何かがあるわけではない。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、これでちょっとずつ、こう、友達とか家族とかを助けに行く話っていうことなんかな、きっと。最終的にはその電脳世界自体を救うんかもしれんけど。